モップかけ終わりました。私もちょうど終わったところ。それじゃあ練習を。おはようございます。あ、あやさん、イモさん。おはよう。おはよう。ひなちゃん、来てくれたんだね。まあね、私は練習しなくてもできちゃうし、最近のパスパレつまんないなっていうのは変わらないんだけど、でもさ、一人ってもっとつまんないんだよね。お仕事中、私と話してくれる人いないし。だったら一緒に練習しましょうってひなさんをお誘いしたんです。パスパレがどうなるか自分も不安ですが、それでも報道ライブは待ってくれませんから、先日いただいた新曲もしっかりやりきらないと。それが次につながるかもしれませんし。皆さん来てくれて嬉しいです。実はイブちゃんと私でスタジオの掃除してたんだ。はい、皆さんがいつ練習に来てもいいようにって。ひなちゃん、ごめんね。え、何が？スタッフさんに活動休止かもって言われた時、私何も言えなくって。あれじゃ諦めてるように見えても仕方ないよね。イブちゃんにも私らしくないって言われて反省した。あの時ひなちゃんにきつく当たっちゃってごめんね。なんだ、そのことか。私パスパレ続けたい。私たちには練習することとかスタッフさんに続けたい気持ちを伝えることしかできないけど。うんうん、そっか。いつものあやちゃんがちょっと戻ってきたね。ひなちゃんとイブちゃんのおかげだよ。パスパレ続けてあゆみさんみたいな人になれるように頑張らなくっちゃ。それあやちゃんの夢ってやつだよね。私夢とかって何なのか未だに分からなくて、夢持ったことないし、私自身は夢って持てないかもしれないけどさ、パスパレをこのまま続けていったら夢が何なのか分かるかもって思ってたんだけどな。あの、千里さんも来てくれてありがとうございます。ええ、あのみんな、実は。お疲れ様です。どうしたの？え、千里さん、映画に出演されるんですか？ええ、でも合同ライブにはちゃんと出るつもりで。ちょっと待ってください。千里ちゃん、ライブに出られないかもしれないってことですか？パスパレやめたくないです。イムさん、パスパレお休みしたくありません。これからもずっと5人でいたいです。私も同じです。そのみんなスケジュールとか大変かもしれないですけど、続けたいです。みんなからいろんなことを教えてもらって、何度も助けてもらって、みんなのこと大好きなんです。だからこれからもみんなと一緒にやりたいんです。お願いします。千里さんもパスパレのこと好きですよね。ここに来てくれたということはパスパレ続けたいから来てくれたんですよね。それは千里ちゃん、
はい。千里ちゃん、どうして何も言ってくれないの？